はい、皆さんこんにちは、ピヨニジョーでございます。本日はね、動画の撮っていこうかなと思うんですけれども、はい、ということで今回やっていくのは中日ペナントでございます。ということでね、早速やっていきましょう。今回やっていくのは、クライマックスシリーズ、ファイナル戦士、の第1戦の方を撮っていこうかなと思います。はい、まあどうだろうね、冒頭か動画の最後かどちらかに、あの優勝した時の動画が繋がってるかどうかわからないんですけれども、ただとりあえず、まずレギュラーシーズンでは中日は優勝しました。はい、まあ、2と 4.5 ゲーム差をつけて優勝することに、成功しましたと。85勝51敗7分けという成績で、レギュラーシーズンを終えました。まあレギュラーシーズンに関しては前回の西武ペナントが優勝することができなかったので、非常にこう良かったかなと思います。はい、ということで次はね、今回は、CS ということで、勝ち上がってきた、巨人と、ね、早速試合の方やっていこうかなと思います。CS に、用にね、メンバーも、設定してきましたので、そこに関してもね、説明しながらやっていこうと思います。はい、でですね、結構変わったところもね多少ありまして、そこもねちょっとお話ししておこうかなと思います。はい、まずピッチャー陣、まあ、ピッチャー陣このメンツでいこうかなと思っております。まあ、開幕といいますか1戦目任せるのはとりあえずエースの大野さんでいきます。シーズンは結局9勝10敗だったんですけど、まあ完封もできますし、162回投げてくれたので、非常にこう多分チームの中では一番投げてるんじゃないかなと思っております。そうだね、先発陣だと一番投げてますね。さすがといった感じでございます。で、中継ぎ陣こちらですね。まあ終盤に結構いろんな選手試したんですけど、まあ、ピッチャー陣はそうでもないかな、変えてないかもしれないな。まあこのメンツかなと、橋本くんとかを入れて、行きました。橋本くん結構成績いいので、そんな感じです。あと山井さんが変わらずセットアッパーというのもあります。これでピッチャー陣は行きます。続いて野手、以上野手こんな感じでございます。まあそうだね、シーズン後半結局そのいろいろな選手を試したんですよ、最終的に。そうだね、ルーキーとか若手とか、あと石川俊さんとか試して、シーズンその終了間際の成績で、このメンバーにしました。まあレギュラー陣はほぼ変わらないで、変わってる部分がですねいろいろございまして、まず、サプライズといいますか、高松くんを、CS のとりあえずベンチに入れております。まあ、結局この成績残してくれたので、高松君は結構終盤ね打ってくれました。でその若手を使用する期間の中で岡林君、がかなり結構良かったので、ここはサプライズで入れております。でアップデートが、プロスピー入りまして、そうなんですよね、7月1日までの選手データになりました。なので、アリエル・マルティネス捕手、が、追加されました。はい、まあそうだね、入れようか入れないか迷ったんですけど、入れちゃえってことでね入れましたね。で入れて2試合使って、まあこの成績だったんですよね。だから一応入れときはします。ただ、レギュラーシーズン一応レギュラー捕手といいますか、チームで一番出てくれた選手が、郡司君だったので、郡司君は一応、CS ではメインに使っていこうかなと思います。ではね、早速スタメン決めていくんですけど、京田くんが絶不調っていうのはこれ非常にでかいですね。京田くんが絶不調なので、まあ変えようかな。直道が本来はね入るんだろうけど、ちょっとここ高松くんでいきますか。高松くんを、ショートで使いまして、どうしようかな、1番高松くんにしようか。で3番大島さん、5番、平地のモンテ6、モンテ7でいいや。これでいきます。早速やっていきましょう。さあ巨人がね、戸郷くんということでね、非常にこういいピッチャーなんですけれども、まあ相手は CS でファーストステージでね結構弾みをつけてここに来ますので、結構そういうところのでも怖いかなと思っております。やっていきましょう。試合開始でございます。日本シリーズ出場権をかけた最終ラウンドが今日から始まります。クライマックスシリーズファイナルステージ第1戦です。さあ、まあそんな感じでとりあえず優勝することができたのは非常に良かったかなと思っております。はい、どうぞよろしくお願いします。やっていきましょう。相手オーダーですね。あ、そう、ウィーラーさんとかの移籍も一応反映しておきました。
まあどうしようかなと思ったんだけど、なんか池田くんを反映しちゃったんですよ、間違えて勢いで。池田くん反映しちゃったらウィーさん反映しようかなと思って、はい、一応反映はしておきました。さあ小野さん頑張ってください、行きましょう。そうだね、アリエル・マルティネス捕手に関しても、まあ、どっかで使おうかなと思ってるんですけど、やっぱ郡司君がね、シーズン頑張ってくれたので、よしよしよし、いいね。で、結構ね、そうなんだよね、ランナーが今、直樹だもんね、盗塁で警戒お願いします。結構こうアップデート入ってから結構相手が盗塁仕掛けてきたり、結構その OK、 あーセーフか、マジで結構相手がね盗塁仕掛けてきたり、指示をね、仕掛けてきたりとか、こうチャーケンとかを結構自分から使ってくるようになってきて、まあ、そこすごいなと思っております。さあ大野さんナイスピッチングでした。戸郷くんどんな成績だったんだろうねシーズン、ちょっと見てみましょうか。シーズンが9勝か。そっかそっか。ね、現実の戸郷くん、すごい状態良くてね、6勝ぐらいしてるんだもんね。いや、すごい、すごいよね、普通にね。さあ、まあ、先頭バッターを抑えられて。うん。OK。周辺内戦。さあ、大島さん、お願いします。ねえ、大島さんが結局その、序盤の勢いで200本安打いけるかなと思ったんですけど、結局シーズン後半ね、だいぶ、状態を落としまして、ね、結局180ちょっとかなで止まっちゃったんで、まあすごい残念ではあったんですけど、まあしょうがないかなと思っております。大野さんで亀井さんがね、左に弱いっていうのも非常にでかいと思っております。さあさあさあ、ございました。ね、まあ、現実の、話をしますと、現実の野球の話するとさ、中日が非常にね、最近状態が良くなってきて、うん、個人的にすごい嬉しい感じでございますけれども、うん。まあ、自分はね、プロ野球では西武ファンでやってるんですけど、セ・リーグは、中日ファンかな。元からそのおじいちゃんが中日ファンで、オッケー、モンテナイバチ。うわー、これちょっといけないか。おじいちゃんが中日ファンでね、結構ちっちゃい頃、もう野球知らない頃から結構、中日の帽子かぶったりとか、結構してたんですよね。で、一応自分初めて覚えたプロ野球選手が、ブランコさん、なんで、ね、中日時代なんだよ。中日時代のブランコさんだったりもして、結構その、中日、おー、モンテナイバチ。中日でも結構ね、思い出がある球団でございます。さあさあさあ、高松くん、頑張れ。さあ、そして打席には高松、打ち上げ、ちょっとダメだったね。高松くんがね、やっぱシーズン通して結構働いてくれたのでかいかなとは思っております。まあ、シーズン通してやつも22試合なんだけど、やっぱ結構その、なんだろうね、こう、一時期レギュラーを掴んでたんですよ、高松くんとかは。バントかな、これは。そこもね、でかいと思っております。ただ結構入れたい選手がね、バントじゃないんだ。入れたい選手が結構かぶってね、大変でしたね。滝野くんとかもね、結構状態良くて、入れたいなと思ったんですけど、あんまり、ちょっと枠もなくてね、OK! 本当にグループで行ったんじゃない？よーし、素晴らしい。エンドラン、セカンドフライ。トリプルベイ。素晴らしいですね。ねえ、滝野くんの結構入れたかったんですけど、滝野くんもね、外野手が結構いるんだよね、もうね。ビデオさんとかね、一世とか、あそこら辺はやっぱり、ずっと一軍にいてね、ずっとこう、あ、ビデオさんはずっと一軍にはいないか。ねえ、なんか結構、支えてくれた面々だったので、そこはやっぱ使いたいなと思って、一軍に入れてますけど。OK、ビシナイバッチ。素晴らしい。さあ、ビッシュがチャンスを広げて、平地頑張れ。しょうがないね。やっぱ西武のペナントの時も話しましたけど、やっぱ CS っていうのはね、CS でと、シリーズで、好調な選手を作ることがやっぱ大切ですから、そこもね、早く見つけていきたいかなと思っております。京田君の守備がないっていうのは非常にこうでかいので、
3番バッター、ゼフチョーで使ってるんですけど、やっぱゼフチョーで使うとねえ、なんか状態が悪くなっちゃうと困るからさ。高松くん、ここは見せ場だけど、まあこれしょうがないね。もっちゃんならセーフでしょう。そうだね。ああ、そういえば昨日か、ちょうど撮影してる前日かな、違うかな、ちょっとまあ撮影してる前日だね違うかなっていうのもおかしな話だけど、 OK、 ドラえもん見てきました。うん、やっと見れましたね。楽しかったよね、面白かった。うん、まあ、ね、生ネタバレじみたことは言えないんだけど、ポケモンモンテナイワッチいいね。あんまネタバレじみたことは言っちゃうとね、うん、あれなのであんま話はできませんでしたけど、できませんけど、まあ非常にこう面白かったです。あー、軍事くんしょうがない。どうも大野さん、ここは順でいきましょう。ピッチャーに打順が回って、これはバット出ず三振です。ねえ、まあ本当にこう面白い、この回ドラゴンズ映画でした。感動をね結構しましたね。うん、あと来年のね映画もまあ結構その最後の方に予告といいますか、なんか結構ヒントみたいなの隠されてるんですけどね。あ、それは言っちゃっていいのかな、どうなんかね、ランナー誰、ウィーさんか、いい、打たせて取りましょう、攻撃です。ね、どうなんだろう、実際のところ言っちゃっていいのかな。うん、これ多いね、ライナーでゲッツ、パープルミュークありますよね言っちゃっていいのかな。まあこれはね、まあ映画、まあ一応言わないでおくかさあさあさあ、まあそんなこんなで試合も進んでおりますが、いまだやっぱり0対0、両者とも好投手なのでね、試合はなかなか動きませんが、 OK、 いいよ、ビシが状態いいですね。ビシもねシーズン中3割打てなかったし、20本も打てなかったので、やっぱそこに関してはね結構その物足りなさっていうのを感じますけど、でも後半戦結構ビシ打ってくれたので、そんななんだろう、は予判として物足りねえなーとか見てしなかったですね。成績だけ見ると結構物足りないんだけどね。優勝した試合とか2ホーマー打ってくれたりもしたので、あーしょうがない、マスカーしょうがないねさあさあさあ、マスターもね前半戦2割5分ぐらいで折り返して、結局シーズン2割7分まで上げましたから、あ、ごめんなさい、あ、大丈夫だった。やっぱそこはさすがだなという感じがしますね。ここはバントじゃないかな、さすがに。僕はあったね。さあ周平チャージ、あ、周平じゃない、ミスター、あ、これ嫌だな、いや、これセカンドさせるな、 OK、 いいよさあ岡本くんね、これ盗塁じゃないかな、盗塁な気がするな。そして一塁ランナーは結構仕掛けてきますね、相手ね。盗塁もありえますね。さあ5、よし、キャッチャー送球して、おー、あー、ちょっと、おー、アウトか。ここは送球は高めに見たと思ったけどアウトだったんですね。これは見事な送球でしたね、文治君、ナイス送球です。さあ、アウトは大きいですね。はい、アウトコース打ちました、 OK、 素晴らしいですね。さあ抑えました、6回まで 0-0、 ちょっとここで点取りたいですね。6回の裏、7番から始まるドラゴンズの攻撃。でも大野さんなんで OK、 モンテもいいね、モンテダイソー行こうかな、ダイソー、あ、どうしようかな、ダイソー行きますか、ダイソーここで行きましょう。お、タクチンが出てきましたね、ナイスバッティングですね。大野さんなんでね、全部行ってもらう勢いでもいいんですけど、岡林くん、じゃあダイソー行きます、このまま守備入ってもらいましょう、頑張って。さあ、郡司君、ここで送ろうかな、ただ、大野さん、まだ投げてほしいから、ちょっと送れなくて、打ってきます。これは、センターフライか、しょうがない。さあ、そしたら大野さんにちょっと送ってもらおうかな、ヒット打ってるんで、打たせてもいいんですけど、送りましょう、ここは、素直に。盗塁でもよかったんだけど、そこで大野さん、送れなかったら盗塁させます。それ、全部、後手に回ってる気がするよね。さあ、ここはしょうがない、高松君に1球待ってもらって盗塁をします。さあさあさあ、これちょっと警戒されちゃったね、どうかな、銀さんだもんね、難しいか、
しょうがない。銀さんはしょうがない。仕掛けていったんですが、スチール成功とはなりませんでした。あ、そう、銀さんで思い出しましたね。先日か、ね、岡部君のレフトでお願いします。宇都宮さんが、ね、初登板しましたね。非常にこう、楽しみにしてたからね、やっぱね。で、なんかタオルをね、販売することになりまして、ちょっと買おうかなと思ってますけども。ねえ、宇都宮さん、やっと来てくれたね。1年目から、おっと。悩んだしね。1年目からね、ローテーションで回ってくれるかなと思って動きましたけどもね。怪我があり、全然1試合も投げなかったということでね、1軍でね。そういうのもちょっと辛かったですけど、いいピッチングしましたね、さすがですよ。誰だったかな、大城さんの中に投げた、2回とかに投げて、大城さんに対するインコースのストレートがすごかったですね、ビシッと決まってましたもんね、さすがですよね、あそこに関しては。さあ、高松君、OK、ナイスバッティング。素晴らしい。高松君先頭出塁。ただ高松君確かね、盗塁がそんなにうまくなかった気がするんだよな。周平だよね。まあ、周平も左弱いのであれなんですけど、エンドラン仕掛けてみましょう。ここはじゃあエンドランでいきます。まあ、高松君の走力なら普通に盗塁いけんじゃないかなと思う。盗塁下手でも、ね、いけなかったね。ちょっと今日うまくいってないかな。まあ、いつもそんなうまくいかないんだけど、今日は特にちょっと外れてるな、全部が。よし。さあ、大島さんちょっと頑張ってください。ゲッツーか。ちょっと厳しいですね。さあ。まあ、ちょっとまだ大野さんは行ってもらいますね。そう、大野さん変えときかわかんねえな。120球超えたらさすがに変えるか。さらちょっとこのピッチング素晴らしいですけどね。まあ、一生のアドバンテージがあるので、まあ、そこに関しては、まあ、しっかり使っていきたいかなと。まあ、最悪一つ負けても五分なのでね。さあ誰、山下君来たね。すごいいいね。巨人もこういうところで若手使ってくるね。だから巨人も結構ね、なんだかんだ FA だ FA だって言われてますけどね、普通に若手いい選手いっぱいいますしね。だから普通に今もね、そんなに FA 頼ってるイメージも丸さんとか銀さんぐらいだもんね。大観がちょっとまるでところでないとかありますけど、だからね、でそういう意味では結構巨人も育成でどうにかなるんじゃないかなと思ってまして、パープロ買った時とか、巨人の生え抜きのみで、ペナントやろうかなと思ってたんですけど、ちょっとそれはね、やめましたね。OK、ビシナイバッチ、素晴らしい。さすがです。4番、こういうところで打ってくれて。さすがですね、ビシね。3安打かな、今日。さあ、中川さんに変わったところで、1点ですね。素晴らしい。さすがビシ。おめでとう。良かったですね。これは何を捉えたのかな。このアングルでは分かんないですけど、OK、完璧でしたね。さあ、まあ1点で大丈夫じゃないかな、今日のヨーザンは。ただこれフラッチの状態いいのかな、2安打ぐらい打ってるもんね。さあ、結構打線の状況がね、非常にこう活発になってきましたが、まさか頑張れ。まさか頑張ったか。さあさあさあ、岡部ですけどね、ちょっと頑張って。ダメか。本当はね、まあ、ずっと言ってるんだけど、本当は石岡さんを使いたかったんだよ、このペナント通して。ただ石岡さんが今育成だからさ、本当にそこに関しては非常にこう悔やまれるところなんですよね。じゃあちょっと守備固め入りましょう。ショートに京田君普通に入ってもらいます。お疲れ様でした高松君。京田君、京田さん入りまして、で、そうだね、その他は変えなくていい、大丈夫かな。岡田君も足が速いんでそこに関しては大丈夫でしょう。さあ岡本君ね、抜けましたね。ちょっとピンチかな。一応ライデルに関してもいけるところで行こうかなと思うんですけど、ただ大野さんに、まあ、同点まで大野さんで行きましょう。うん、ちょまずいですね。さあ次のバッターは
ピンチになりました。誰だい、ここはうまく流されちゃう。めっちゃ腹立つな。今日何やんだ、2本打ってるイメージがあるんだよな。ここが勝負だわ。使いません。うん。ここでさあ、ここが勝負だなと思うんですよ、相手は。さあ、もう同点はしょうがない。ここはゴロを出したいですよね。宇宙間へこの打球は落ちるか、どうだ。ワンバウンドヒットになった。いや、これはしょうがないですね。ただここで変えましょう。ちょっとこんなになると思わなかったね。ちょっとここが勝負で使いたいな。ここが勝負がすげえ使いて、ただ追いつかれてしまいました。大観なのでちょっと変えますか。リリーフ誰行こうかな。ここで次の打者が、大観にウィーさんに亀井さんか。亀井さんには左を当てよう。でそう考えた時に、あ、この2人が左に弱いんだ。じゃあそのまま左行っちゃいますか。福さん、ああ橋本くん行こう。ドラゴンズここでピッチャーが変わります。橋本くん頑張れ。勝ち越しの場面でマウンド。さあそして打席には楊大観が入ります。大観これ何してくるのかな。もうコーチ明けないですからね。バントバントバントしてきそうだな、ね、これね。バント警戒します。ここおっと違うね、 VS ですね。これちょっと当てられるときついので、インアウトハイ、なんとなく OK。 まずワンアウトですね。素晴らしい。さあまあバウンサー VS 使ってきてくれるんだったら普通に楽ですけどね。これ当てられなきゃ打たれないので、ね、しかも昨日やってたら当てられても打たれませんでしたもんね。インロー、さあ OK、 素晴らしい。でおそらくここも VS だと思うので、まあここで声をかけます。ねえ、だから VS ってあんまなんか効果的じゃないといえばそれまでなんですけど、高めいこうかな、真ん中高めいこうかな、あえて。でもこう意外と当てられちゃったり。 OK、 素晴らしい。ここはランナーを変えさせません。橋本君がナイスピッチングで締めてくれました。ここで食い止めました。さあさあさあ、連続三振で勝ち越しは許しませんでした。ここは素晴らしいピッチングでした。ただ追いつかれてしまったので、ここから点を取りたい。代打いきます。誰かな、トネ君か。左ね、そっか、医療さん行こうかな。じゃあここは福田さん、医療さんなら医療さん行きます。頑張って医療さん。シーズン終盤結構ね、スーちゃんからホームラン打ってきましたんで、その感謝を期待します。イリオさんもバッティングいいですからね、普通にね。さあ、ここアウト。さあ、ファーストが、おそらく若林さんに変わってるかな。僕、ひょうだけないわ。これ、スタンドに使って、あーっと。取られましたね、まさかの。びっくりだ。さあ、これ三振。さあ、CS ってどのくらいまで延長あったんだっけ ?15 回あったんだっけな。まあいいや。どうしようかな。ここはじゃあ、いやでもまだライデルは出さないかな。祖父江さん行きますか。祖父江さん行きましょう。祖父江さんが2イニングぐらい投げてくれればいいんですけども、そうですね。 OK、 伊藤くんか。すごい若手をめちゃくちゃダイヤル使ってきますね。そうそうそう、ここも OK。 あーっとまずいかな。いや大丈夫ね、周辺なんで OK。ゴールデングラバーですから。えゴールデングラブ取ってないんだっけ。あ、取って、あれゴールデングラブ取ってた気がする。あ、取ってたよ、周平は取ってたわ。さすがゴールデングラバー。デラローサーさんが出てきましたね。大島さんお願いします。あ、ダメだ。じゃあビシもう一本こういうところで打ってくれるから、ビシはすごい。あ、ダメだ。さあセカンドフライで5番平地か。あんまちょっと平地長打、まあストレージしてくるでしょこれは。 OK、 ここも。さあそうすると次のバッターが確かマスターかな。マスターだね。もう行きましょう。どう、ダメか。さあソブちゃん子供行きましょう。なるほどね、この打順の向きですね。ここはちょっとキーになるかもしれないですね。いいね、この成績欲しいな、若林さん。打たれましたね、ちょっとまずい。さあ、まあ、これはしょうがないね。中継ぎいっぱいいるんですけど、ちょっとここはソボちゃんに行ってほしい。怖いね、ここの丸さん怖いわ。ダメだね、ちょっと打たれた。まあ、ここはもうでも行ってもらいましょう。点取られるまでは行こう、行ってもらいます。さらにピンチが続きま
ます。これでランナーは、ここは三振を取りたいですよね。おお、いいバッティングされましたね、これね。褒めてる場合じゃないんだけど、ちょっと点取られてしまいましたな。ちょっとまずいね。全部なんかな、ちょっとうまくはまってないよな今日な。これは取るでしょう、クラッチだから。 OK、 さすが。さあ肩も見せます。ここから左弱い面々が続くので、ここで福さんを送ります。左キラーね。さあ福さんで抑えてもらって、どうにか1点取ってちょっと頑張っていきたい。さすがね、インフィールド。まずワンアウト。次亀井さんですからね。亀井さんちょっとこういうところ嫌なんだけど、おー打たれた。次誰、いやでも誰だって次聖書じゃない。聖書も左上がりなのね。OK、 素晴らしい。さすが福さんです。ちょっとミスったかな、最初から福さん言っとけばよかった。まあそれ言ってもしょうがないんで、ちょっと言います。岡林くんどうしようかな。いや、ここはでもシーズン終盤のバッティングに期待しましょう。いきます。あーダメだ、結構多いな。そのフォークフライしょうがない。ジョンジ君代打いきます。待ってくださいね。ただ代打がいないな。ここはいきますか、アリエル・マルティネス捕手お願いします。バッターボックスには代打のマルティネス。ね、アップデート入って追加されましたけど、すげえ顔似てんだよね。あと装備品もね、初期から結構しっかりしてるんですよ。シエラ外野手とは大違いですよね。あった、ただここはワンアウト、振ってほしかったな。福さん代打です。どうしよう、絶不調の福田さん出すわけにはいかないので、直道見ましょう。直道一発打ってくれないかな。シーズンそんなに良くなかったんですよね。長打狙いでいきます。ここはもうハマればいけるでしょう。何かハマりましたね。頑張れ直道、頑張れ。一本しかホームラン打ってないけどね。 OK、 よく見た。さあ直道足は消して、あーミスった。強打の順、素晴らしい。いや、これすごいな。マジで。これ最初から使って増えちゃったわ。素晴らしい。いや、これすごいね。一瞬の出来事でしたね。本当は、間違えたって言ったのは、直道に代走だそうと思ったんですよ。いや、これすごいね。強打君、さすがです。お疲れ様です。やったね。これ素晴らしいね。これはちょっとびっくりです。だいぶびっくりでしたね。さあ最初はどのぐらいと思いましたが、これ選手に助けられましたね。さあ快勝、福さん勝ち投手でございます。京田くんすごいね。さあ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 、中日劇的さよなら、巨人がっくり、相手が一枚上手だったねえ。打線も結構状態良かったので、結構負けてたんですよ、若手主体でやって上がってた時ね。こんな感じで結構終盤ね、4連敗してたんで良かったですね。さあそんな感じで今回はやろうかなと思います。はい、まあ、次の動画がね、おそらく CS 突破の動画になるのか、日本シリーズになるのかっていうのはまだ分からないんですけども、うん、ただね、もう一本ぐらいね、中日ペナント取って日本一になる時にのね、どうも取れればいいかなと思っております。ということで、ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターの方の概要欄をお届けします。それでバイバイ。